い、わしの金だぞ。こら、お前ら。この金は、この金はどうしたのだ。売った。俺の思いつく限りの知識と権利を売っ払ってきた。あと今まで貯めた討伐賞金もひっくるめたらちょうど20億エリスになった。そんな、お前は、お前というやつは、もうお前に拒否権はねえんだよ。いいか、これからは散々酷使してやる。俺がはたいた金の分体で払ってもらうから覚悟しとけよ。分かったか、このド変態クルセイダーが。分かったら返事をしろ。あ、今の言葉はド M 的にクリティカルヒットだったらしい。肝心な時にどうしてこうも足を引っ張るのか。お前ら勝手に入った。まさか体で払えとは。しかもお姫様抱っこ。おい、よだれよだれ。さすが鬼畜のカズマさん。鬼畜、肩代わりしてもらった借金を返しただけなのになぜかダクネスを買い取ったみたいに。あれは冒険者として体で払ってもらうって意味で。